仮面。オタック。第51話、勇者ライディーンオープニング、勇者ライディーン。最近はいろんな食材が値上げしてて食費がかさむよ。ラムーっていう安いスーパーがあるみたいだけど、静岡にはラムーはないからな。ラムーがあるところが羨ましいよ。ラムーといえばスーパーを思い浮かべるより、菊池桃子さんがボーカルを務めたロックバンド、ラムーを思い出す人も多いと思います。は？この声は、はっはっは、はあはっはっは、食材よりもアイドルの肉体が気になるお年頃。この世に救いがないならば、俺が救いになればいい。よろしく勇気、仮面、オタック。じゃあ私は忙しいから。こらこらこら、ラムーの名を出しといてすんなり帰れると思うなよ。ラムーの名前を出しただけで、あんたに粘着されるとは思わなかったよ。失敗したな。というわけで今回はラムー、つまりムー大陸の王、ラムーの命令により、妖魔帝国に対抗するために作られた巨大ロボット。巨大ロボット？勇者ライディーンのオープニング考察だ。カモンペガース、説明プリーズー。ガーサー、勇者ライディーンは1975年制作放映のテレビアニメ、原作、鈴木義武、前主監督、富野義之、後期監督、長浜忠夫。キャラクターデザイン、安彦義和、メカニックデザイン、村上克史。オープニング主題歌は勇者ライディーン、作詞、山川圭介、作曲、小森昭弘、歌、シモン雅人、レーベルは日本コロムビア。サンキューペガース、今回は続いて補足説明プリーズー。ガーサー、勇者ライディーンは特撮主題歌を歌っていたシモン雅人氏が、初めて歌ったロボット主題歌、また安彦義和氏が初めてキャラクターデザインした作品。または MO の名曲ライディーンは、本来はライデンだったが、アメリカでヒットした今作勇者ライディーンからタイトル変更された。そしてライディーンは江戸時代の力士、ライデンタ名門からもじったネーミング。サンキューペガース、今回のライディーンはいろいろとネタ元になりそうな作品だ。そしてライディーンといえば世間では YMO かもしれないが、オタック団員的には勇者の方のライディーンであることは間違いない。YMO の方ならパフュームでワンチャン知ってる人も多いかもしれないよ。パフュームやファンに恨みはないけれど、ライディーンといえば勇者の方なんだよな。そしてライデンといえば一般的には力士ライデンだと思うが、俺的には大日本帝国海軍機の極地戦闘機、ライデンを思い浮かべ、人によってはロックバンド世紀末のドラマー、ライデン湯沢氏を想像するかもしれないな。いや、力士も戦闘機も世紀末も普通の人は思い浮かべないと思うけど。というわけでライディーンの名前に関してはこれくらいにして、それ以外の気になる点を掘り返していこう。もう解放してほしいんだけど。ライディーンの特徴の一つに、ムー帝国で作られた巨大ロボットというものがあるんだが、このムー帝国とはムー大陸にあったとされる国、ムー大陸は月刊オカルト雑誌ムーのタイトルとなったように、オカルトの分野では、以前からオカルティックな存在の代名詞と言えるような、幻の大陸だったんだ。このようにライディーンは当時流行っていた超常現象、いわゆるオカルトをエッセンスにした巨大ロボット作品なんだけど、俺のようにムーミンともなると、ムー大陸だけじゃなくて、アトランティス大陸やレムリア、マヤ、アステカ、インカなどの古代文明をもライディーンで取り上げて欲しかったと思う次第だ。それだとオカルトエッセンスどころじゃなくて、100% 超常現象 SF 作品なんだよな。まあ今現在、ムー大陸は地球物理学や海底調査などから、さらには提唱者、ジェームズ・チャーチワードの矛盾や偽造が発見され、存在しなかったと学問的に完全否定されているんだがな。それじゃ今はライディーンのオカルト設定は崩れちゃったんだね。さらには制作途中から、テレビ会社の意向で、オカルト設定を排除するとされてしまって、監督富野氏の降板に繋がってしまったんだ。あの皆殺しの富野さんが降板って、相当なことが裏であったんだね。その結果、長浜氏が富野氏に代わってアニメ界に復帰し、監督となっていわゆる長浜ロマンロボシリーズの、礎となったのがライディーンでもあるのさ。長浜ロマンロボットシリーズって、以前もなんか取り上げたよね。おおよく覚えていたな、以前ボルテス5で取り上げたんだ。そしてボルテス5のプリンスハイネルと同様に、ライディーンでもプリンスシャーキンなる女性に大人気の敵キャラクターが登場する。このシャーキン、かっこいいんだけど途中で脱落してしまうんだ。え？せっかく人気があったのにもったいない。まあ、新監督長浜氏には、女性ファンからカミソリ入りの封筒が多数届くことになったんだがな。女性人気のキャラクターを、劇中殺しちゃうのは、だいぶ怖いことになるんだね。チャンネル登録よろしくメカドック。
プリンスシャーキンは名前や仮面姿が、このガンダムのシャアに繋がっていくし、仮面を取った姿のおかっぱヘアスタイルは、同じくガンダムのセイラさんへ引き継がれている。なんか仮面を取るとあんまりかっこよくないような。悪魔人であるプリンスシャーキンが、人間に変装した、砂場キンをなる姿だから、本当のシャーキンの姿かどうかはわからないんだが、この変装姿はガンダムの開始伝にも引き継がれる、軟弱者ビジュアルではあるな。というわけでそろそろオープニング考察を始めよう。いつまでも予備知識の説明に時間を費やすと、桜のマリちゃんの説明の時間が削られてしまうからな。え？何か言った？いやいや、何でもない何でもない。それじゃまずはイントロなんだが、このイントロがビッグインパクトな映像なんだ。ビッグインパクト？この映像を見てほしい。これはモアイ？いや、これは岩山に顔を掘り込まれた遺跡であり、ライディーンの整備基地でもある人面岩だ。人面岩？この人の顔をした巨大な遺跡が真っ二つに割れて、中からライディーンが現れるド派手な登場。背中に背負った朝日が眩しくて神々しいですな。紅白でもこれほどの登場はないですよ。見てないけど。見てないならわざわざ言わなくても。そして両腕を大きく上げると手から電気が流れる演出、それがまた神々しく輝くと、ピンクの怪しい光に変化、ピンクの光とはまたエロスを感じさせますな。ピンクの光だけでエロスを感じるのはあんただけだよ。そしてタイトルロゴが現れるが、この時、ラライライ、ラララライと、コロムビアユリカゴ会のコーラスが入る。ピンク色のエロスにユリカゴ会とは、これはライディーンのイントロを利用して、赤ちゃんプレイを楽しんでますね。富野氏の性癖が垣間見えましたよ。ゆりかごってワードで赤ちゃんプレイを想像するあんたこそ、性癖漏れ出してるんだよな。この人面岩の遺跡が真っ二つに割れて、ライディーンが神々しく現れるまでは、超常現象を下敷きにした SF ロボット作品だとワクワクさせる。このインパクトはさすが富野氏と思ったけれど、結局赤ちゃんプレイへ移行するんだから、本体の変態具合も皆殺しレベルですな。何を言ってるの？話をイントロに戻すと、ピッコロあるいはフルートの音色でイントロが始まる。アニソンでフルート系の音色が聞けるのは希少かもしれないな。そしておなじみのテンパニーも入るんだが、ライディーンでは控えめなテンパニーだ。そしてコロムビアユリカゴ会こと、音はユリカゴ会のコーラスの後に、我らがシモン・マサトシが歌い出す。ちなみに勇者ライディーンの収録曲後、喫茶店でコーヒーを注文しようとしたシモンさんが、思わず、ライディーンと叫んでしまったという逸話があると、ウィキペディアに書かれていたけど、それが事実ならその場に居合わせた人は、生ライディーンシャウトを聞けたわけで、むちゃくちゃ羨ましいから不幸に見舞われてほしいな。羨ましいからって人を呪わないで。そして最初の歌詞はこうだ、眩しい空を、輝く海を、渡せるもんか、悪魔の手庭だ。地球の輝くような美しい自然を、妖魔帝国の悪魔人たちには渡しはしない、と、強固な意志が感じられる歌詞だ。確かに美しい地球は誰の手にも渡したくないよね。だがそんな美しい地球を、人類自らが汚しているという現実、人類こそ地球に不良なのでは。そんな AI みたいな怖い答えを出すのはやめてくれ。そして本作で本当に眩しくて輝いているのは桜のマリ、通称マリッペのパンチラであることは疑いようのない事実。え？それにしてもマリッペは中学3年生なのに、体を張ったお色気担当ヒロインで頑張るとは、ある意味けなげなヒロインですな。巨大ロボット作品とパンチラは、総理強制かなんかなの？オタック団員、募集中。巨大ロボットとパンチラヒロインは切り離せない関係だからな。そして次の歌詞だが、みんなの願い、体に受けて、さあ蘇れ、ライディーン、ライディーンだ。この歌詞で妖魔帝国に対抗できるライディーンこそが、みんなの願いであることはわかるし、さあ蘇れも、ムー帝国滅亡から1万2000年ぶりに復活したライディーンに対しての応援だな。だけど体に受けての意味がよくわからないんだ。ライディーンのボディーパーツというか、鋼鉄の本体にみんなの願いが集まるって意味じゃない？おっしゃる通り、ライディーンの存在と無敵のボディーに、みんなの期待と願いが集まっているという意味と、マリッペの美少女色気パンチラボディーに、みんなのリビドーな願いが集中しているという、ダブルミーニングな歌詞だと考えている。どれだけマリちゃんに期待して願ってるのよ。パンチラを今週もいっぱい見れますように。ブラウン管の前で正座して手を合わせるほど価値のある願いだぞ。もはや神頼みレベルの願い。そしてここまでの映像は、タイトルの後ろで直立するライディーン、ライディーンのトリコロールカラーの配色がかっこいい。さらに基地から発信するブルーガー、このブルーガーなる戦闘機、顔みたいなデザインで、俺個人的には大好きなデザインだ。そしてブルーガーから分離する、スピットファイターなる小型戦闘機、操縦するはもう一人のヒロインアスカレイちゃん。レイちゃんは物語の影を握るヒロインだけど、お色気担当じゃないから影は薄いな。あんたってお色気こそが存在感と思ってない？そしてブルーガーを操縦する悪人顔の神宮寺地から、おう、レイちゃんに近いサポートパイロットだからって調子に乗ってセクハラしたりすんじゃねえぞ。あんたの言ってることも何かしらのハラスメントなんだよな。
そして神宮寺のセクハラの間の手から、間一髪スピットファイターで逃げることに成功したレイちゃん、ヒロインには危険がいっぱいですな。そしてここから怒涛のアクションシーン、ブルーガーを追ってきたような敵の下級攻撃がライディーンに。これは神宮寺がレイちゃんのお尻を追いかけた余波で、ライディーンは全くの巻き込まれ事故、ついてませんよ。神宮寺さんの評価こそ巻き込まれ事故に陥ってるよ。だがライディーンは慌てず騒がずゴッドブロックで下級を防ぎ、胸から鳥のようなゴッドミサイルを2発発射、龍馬帝国の量産型下級龍馬10ドローネを撃破。おう、レイちゃんをいじめる奴は容赦せん、俺がレイちゃんにいじめられてご褒美をいただくんだ。攻撃性が高いド M 変態なんだよな。そしてさらなる敵が背後から強襲、しかし慌てず騒がず振り向きざまの、ゴッドブレーカーでドローネを真っ二つ。ライディーンには背後にも死角なし、レイちゃん見てくれてますか？ご褒美はビンタでお願いします。性癖隠す気がないろ悪趣味とかある意味無敵なんだよな。そして次なるアクションはゴッドゴーガン、指先からのエネルギーが矢尻に移る様は、エネルギー充填 120% の描写、それは打ち放てば化石中に一直線。ピンクの閃光の中で大爆発、浴場の記憶に導かれ、天国のごとき絶頂快楽の中飛散する、これぞライディーン版北東城派眼剣。いや、ピンクの光だからって。戦闘アクションはここで一旦終了。主人公響きアキラくんがスパーカーで爆走して大ジャンプ。このスパーカー、アキラくんが普段使いしてるバイクだけど、盗まれたらライディーンに登場できなくなるから、しっかり隠蔽しなくちゃダメなんじゃないでしょうか。そんな重要なバイクなら普段使いしないで。そして現れた金色に光るライディーン、セミのさなぎみたいなシルエットから、これまた規制だけの冬中仮装のようなトラクタービームが照射される。気持ち悪い例えだな。そのトラクタービームがアキラくんを照らす、ピンクの粘着性がありそうな光源とはエロスの香りがプンプンしますな。嫌だから。中学3年生のアキラくん、ライディーンからのエレクチオンの誘いに抵抗できるはずもなく、見事なフェードインでライディーンと熱烈合体。地球を守るために戦ってる人なんだから、そんな誘いには乗らないよ。中学生男子を舐めるなよ。まあそんなことより続きの歌詞を説明しよう。その次はサビの歌詞、フェードイン、フェードイン、たちまち溢れる神秘の力だ。フェードイン。フェードインとは真っ暗な画面が徐々に明るくなり、映像が見えるようになる表現方法の名称なんだが、ライディーンの場合はアキラくんが、ライディーンの内部に徐々に吸い込まれながら入っていく様を表しているんだな。ちなみにコミカライズでは、妙妙なる感じにフェードインとルビが振られていたという発言もあるから、何かがじわじわと溶け出して、アキラくんがライディーン内部に入り込むアクション、いや、どこまでエッチな作品なんですかライディーンは。別にエッチでもなんでもないと思うけど、アキラくん自身がじわじわとライディーンの内部に沿う。いや妙妙、さすれば神秘の力がたちまち溢れて、マリッペのパンチラシーンにも遠慮がない。いや言い方、こんなアニメが平日夕方やゴールデンタイムに流されていたという事実、いいのか？流していいものなのか？いやいいはずがない。そんな節だらけしからぬアニメはもっとやれ。ちょっとは正気を保ってよ。正義の暁計画発動中。そんな神秘の力がたちまち溢れたアキラくんは、ライディーンの内部で全身エレクチオン状態。違うでしょ。アキラくんとライディーンはまさにたぎりきった勇者、ゆけゆけ勇者、ライディーンの歌詞が、アキラくんをさらなる高みへと押し上げる。ちょっと。それにしてもゆけゆけ言われるアキラくんも落ち着かなくてかわいそうですな。そんなこと言われなくても勝手にいけるアキラくんなのに。俺ならムー帝国とかいう、大昔の怪しげなロボットなんかで行かずに、マリッペのパンチラで行く方が幸せだと思うんですよ。ライディーンの話をしてるんだよね。ライディーン。あ、そうそう、ライディーン、何言ってんだよ。もちろんライディーンの話に決まってるよ。絶対違うこと考えてたでしょ。ということでライディーンを常に考えてる私ですが、最後の映像を解説すると、キャット空中3回転よろしく、見事な回転を見せてライディーンのフェードイン登場口へと背面から接近するアキラくん、なんで前からじゃないんでしょうか。そして陰微なピンクの光に包まれて背中からそう、いやいや、ミョウミョウという名のフェードインをするアキラくん、背中からお邪魔とは中学生にしてクロートの趣ですな。ライディーンの中の青い細胞壁のような空間を落下していくアキラくん、その顔はたちまち溢れるの歌詞とは逆の、正気を失った表情、もう賢者タイム突入ですか？早いよアキラくん。ライディーンの話をしてるんだよね。そしてその参道のごときライディーンの内部を落ちていけば、ライディーンの操縦コクピットへストンと落下、神秘の力と歌詞が書いてありますが、
コクピットの天井のデザインが神秘の力すぎて、一瞬の売りに浮かんだのは熱海飛行館の入り口。なぜ浮かんだのかはやはり神秘の力でしょうか。飛行館、エロスと幻想のパビリオン、熱海飛行館のごときオーラをまとうコクピットで操るライディーン、ゴッドバード携帯に変形し大空を滑空。そんな溢れ出る神秘の力でやりたい放題のアキラくんとライディーン、気持ちよく飛んでいるのにちょっかいを出す無粋な化石獣は、ゴッドバードアタックで悠々撃破、ヘブン状態のアキラくんを止めることは誰にもできませんな。ヘブン状態。フェードインする際に、フェード、時を念ずるアキラくんのこの表情、広告ヘブン状態だろうが。いや、それっぽい画像出されても。そしてアキラくんと同様に、ライディーンも広告ヘブン状態の表情に見えるから不思議ですな。最後はライディーンを前に、アキラくんと同じサッカー部の部員も大はしゃぎで大ジャンプ、そしてマリッペのスカートから微妙に見えるパンチラショット。パンチラ、気のせいじゃないの？見えるぞ、私にも敵が見える。というわけで拡大してみたが、間違いなくパンチラだろうが、ニュータイプ覚醒を舐めるなよ。そこまで責められることじゃないと思うんだけど。桜のマリちゃんが体を張ってるのにパンチラ見えないとか侮辱も侮辱。マリちゃんに謝れ、大いに謝れ。いやそんなつもりで言ったんじゃ。謝れ、マリッペと何よりパンチラを楽しみにしてる視聴者に謝れ。ごめんなさ、それならひばりくんのパンチラも楽しみにしていろ。せーの多様化バンザーイ。勇者ライディーンは公式動画が確認できませんでした。オープニングは検索にてご視聴ください。また年始から動画制作のスケジュールが間に合わず、金曜日の投稿ができずにすみません。金曜18時投稿に戻るまで、もうしばらくお待ちください。そしてグッドボタン、チャンネル登録で、暁のオタック団に入団していただけると大変嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。リンダ、なんか今回は、ライディーンの本編やキャラクターの掘り下げができてない気がするな。そんなことを思ったが、もともとこのチャンネルは大した掘り下げなんかできてなかったから、気にすることもなかったな。というわけで次回も大した掘り下げはしないだろうが、抽選機エルガイムのオープニング考察だ。巨大ロボットをヘビーメタルっていうのか？ヘビーメタルといえば人間 S だろう。それじゃ来週金曜日の18時にまた会おう。サービス。